皆さん、こんにちは。ドジャース大谷翔平選手の専属通訳を務めていた水原一平氏、違法賭博疑惑で2024年3月21日に球団を解雇されたことが明らかになりましたが、何か予兆や異変はあったのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。大谷翔平選手の専属通訳を長年務めていた水原一平氏に異変が起きた理由は、違法賭博疑惑。2024年3月21日にドジャースの解雇とともに報道され、一平さんに何があったと SNS では一気にトレンド入りする事態になりました。数日経った現在も話題は収束せず、2024年3月26日に大谷翔平選手が経緯などを説明しました。ドジャースの大谷翔平選手が25日に元通訳水原一平氏の違法賭博問題について取材に応じました。今回の一件についてこれまで語ることなく沈黙を貫いてきました。しかし、米メディアから説明を求められていた大谷翔平選手が自身の思いや考え、経緯を語りました。ドジャースの解雇が発表される前日の2024年3月20日の試合後のインタビューの動画を見ると、明らかに水原一平氏の目線が定まっておらず、挙動不審な様子が確認できました。ですが、水原一平氏の異変は、大谷翔平選手がエンゼルスに在籍している2018年、2023年の間にすでに起こっていたことが調べていく中で分かってきたのです。賭博に関わり始めたのが2021年と言われているので、2022年、2023年に行われた会食での水原一平氏の反応を居合わせた記者の方が明らかにしています。会食をしている時、水原一平氏の携帯電話にひっきりなしに着信があったそうです。どうぞ出てくださいと言うと、いや、これは出なくて大丈夫なんでと苦笑いしていましたと、その記者は語ります。誰からの着信だったのでしょうか。当時すでに借金が膨らんでいて着信に怯えていたのでしょうか。その記者も、今思えば借金の催促か何かだったのかと語っています。水原一平氏の不審行動で明らかになっているのが、会見の質問時に異常に驚く、ホテルのロビーの1階をうろうろしていたという目撃情報もあります。どちらの情報も異変や変だなという印象を醸しています。水原一平氏に、今日は大谷選手から一言いただきたいんですけど、どうですかね、というような話を伝えた時に、水原一平氏がかなりびっくりしていたそうです。騒動のことを聞かれるのではないかと思ったのか、いつもとは少し違う反応だったそうで、その記者も今思えばあれが異変だったのかなと思うと振り返っていました。また別の時には、一平さんがホテルの1階に降りてきて、そこでうろうろ行ったり来たりして誰かと携帯で話をしていたんです。今考えてみると、居心地が悪い話をするために降りてきたんじゃないかなと、今はそう思いますと述べています。そんな水原一平氏の異変を大谷翔平選手は感じ取っていたのでしょうか。3月26日に語った内容にはそれらのことは含まれていませんでした。今後徐々に明らかになっていくのでしょうか。大谷翔平選手の口座に無断でアクセスし、違法賭博で作った借金を返済したとの容疑でチームを解雇された元専属通訳の水原一平氏に未払いの借金が残っていることが明らかになりました。ドジャースの地元紙オレンジカウンティレジスターが報じたものです。同紙は、違法ブックメーカーを運営しているマシュー・ボーヤー氏が送金口座に大谷選手の名前があったことを知り、大谷の名前をビジネスを広げるために利用したとの情報も伝えています。水原一平氏は、違法賭博で作った450万ドル約6億8000万円の借金のすべてを大谷選手の口座から盗んでチャラにしたわけではなかったことになります。地元紙のオレンジカウンティレジスターは、違法ブックメーカーを運営しているボーヤー氏に焦点を当てた記事の中で、ボーヤー氏に関係のある情報筋の話として次のことを報じています。すなわち、解雇された水原氏がまだ未払いの賭博の借金を抱えているが、その金額がいくらになるのかは明かされなかったとの情報を伝えています。同氏は、この情報の確認のためにボーヤー氏に連絡を入れたが、コメントは拒否されたといいます。そもそも水原一平氏は借金の全額を大谷選手の口座から盗んでいなかったのでしょうか。それとも送金後にまた新たな借金を作ったのでしょうか。詳しい事情は明らかにされていないのですが、未払いの借金が残っているとなると、また新たな疑問が指摘されることになりかねません。
今回のスキャンダルは、連邦捜査局が違法なブックメーカーを運営しているボーヤー氏を捜査する過程で、大谷選手の口座からの送金があった事実をつかみ、その情報を得た ESPN が大谷選手の代理人及び水原氏にぶつけたところから始まっています。当初取材に答えた水原一平氏は、大谷に借金を肩代わりしてもらった。2人でパソコンを開き、口座にログインして50万ドル、約7500万円を8、9回送金したと証言していました。その後、水原一平氏は発言を撤回しています。私が嘘をついた、大谷は何も知らなかったと発言を変え、25日に会見を開いた大谷選手は、野球賭博、スポーツ賭博への関与を完全否定しました。ブックメーカーへの送金を依頼したことなど一切ないと断言した上で、水原一平氏に嘘をつかれていた、勝手に口座にアクセスされてお金を盗まれたという衝撃的な真相を明かしました。しかし大谷選手が質疑に応じなかったため、どうやって水原氏は口座にアクセスしたのか、なぜ大谷も周囲の人間も450万ドル、約6億7000万円もの金額が盗まれたことに気がつかなかったのか、などの疑問が生じました。また ESPN などは、水原氏が作った違法賭博の借金の総額は450万ドル、約6億8000万円と明かしていますが、大谷選手自身は会見で、いくら盗まれたのかという金額についての言及は避けていました。また大谷選手の弁護団も、大規模な窃盗被害に遭ったことが判明したので当局に引き渡したとの声明を発表しているだけでした。また水原一平氏は、2021年にサンディエゴのチームホテルのポーカーゲーム場でボーヤー氏と知り合ったと ESPN などが報道していましたが、オレンジカウンティレジスター氏はより詳細にその時の状況を伝えています。ボーヤー氏と水原氏の関係は、サンディエゴでのパドレスとの試合後に共通の友人を通して始まった。彼らはホテルのロビーにいて、水原氏は携帯電話で別のブックメーカーへ賭けを依頼していたと言います。情報筋によると、ふとそれを小耳に挟んだ友人が歩いてきて、この男のところで賭けるのがいいよと水原氏にボーヤー氏を紹介したのが2人の出会いとされています。またその情報筋は、水原氏は定期的に賭博で作った借金を支払っていたとも証言しました。同氏はボーヤー氏の弁護士であるダイアン・ボス氏を取材しています。ボス氏は、ボーヤー氏は大谷と一度も話したことはない、彼が取引を行った唯一の人物は水原氏だと語り、水原氏とボーヤー氏の連絡はスマホでのテキストもしくは口頭によるものだったといいます。さらに同氏は、ある情報筋の話として、ボーヤー氏が大谷選手の名前をビジネスの拡大に利用していたことを明かしました。その情報筋は、ボーヤー氏が水原氏の借金を送金してきた一つに大谷の名前があることを耳にしたとき、それがビジネスの拡大につながると考えた、だから彼は大谷が顧客にいることを自慢することにためらいはなかったと説明したというのです。現在この問題について MLB が調査に乗り出し、 IRS が国土安全保障省と共同で捜査を行っています。テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーは、4月1日、ドジャース大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏の違法賭博問題を続けて伝えました。同番組は、今回の問題を受け、水原一平氏に未だ未払いの借金があることや、その支払いを水原一平氏が拒否できる可能性があることについて取り上げました。スタジオには国際弁護士の清原博氏が出演しました。コメンテーターとして出演した玉川徹氏が、違法な賭博による被害で大谷さんの方から請求はできないのかと質問すると、清原氏は、大谷選手は違法賭博、違法賭博営業には第三者的な無関係な立場だけど、大谷選手の銀行口座から振り込まれた事実はある、大谷選手によれば送金は水原さんが勝手にやったこと、つまり今後捜査が進めば不正アクセス罪、窃盗罪などこういう犯罪行為によって送金されたことですね。ただ注意してほしいのは、ボーヤー氏は違法賭博営業はしているけど、水原さんのやったと思われる不正アクセスや窃盗、これにもし何も関わりがないとなったら、この2つの犯罪に関してはボーヤー氏は無関係になると説明しました。大谷翔平選手は確かに被害者、
ボーヤー氏は違法賭博営業をしているいわば悪者です。とはいえども、送金に対して全く関わっていないボーヤー氏に責任を問うのは難しく、大谷翔平選手側からボーヤー氏に直接返還請求をするのは難しいとの見解を話しました。まさにフルカウントの窮地に立たされた大谷翔平選手には心強い味方がいます。そう、あのマミコ夫人です。マミコ夫人が愛犬のデコピンと共に彼を全力でサポートしてくれるでしょう。とはいえ、神父にとっても頼れる存在を失ったのは明らかです。先日ソウルで行われたドジャース対パドレスの開幕戦では、薬指に指輪を輝かせたマミコ夫人が観客席に座り、盛んに大谷翔平選手へ声援を送っていました。結婚発表後、初めて公の場に姿を現してからというもの、神父の横には終始水原一平氏の夫人が寄り添っていたといいます。現地取材をしていたジャーナリストによれば、ソウルへは岩手に住む大谷の両親も観戦に訪れていましたが、水原夫人は両親とマミコ夫人を取り持つような形で横一列に並んで座り、皆とても仲良さそうな様子でした。ところが九段の違法賭博が一斉に報じられると、水原夫人は旦那と共に雲隠れ、アメリカに帰るドジャース一行の中にも姿は見られませんでしたね、と述べています。これまで公の場に水原夫人が姿を現すことはめったになかったといいますが、くしくもマミコ夫人と同行することで存在がクローズアップされた直後、今回の騒動となってしまったというわけです。最悪のタイミングであり、何ら関係のない水原夫人は気の毒としか言いようがありません。これまでも水原一平氏は自分のことになると趣味さえ明かさないほど口が固く、ましてや奥さんの存在も謎に包まれてきました。唯一の手がかりはエンゼルスのメディアガイドで水原一平氏を紹介するページにあって、妻の名前はナオミ、2018年7月に結婚してオフは東京で過ごしているなどと書かれているのみでした。この記述については水原一平氏の自己申告に基づいていたとされ、学歴や職歴に一部詐称があったと報道された以上、夫人についてもどこまでが本当のことかは分かりません。確かなことはマミコ夫人にすれば頼れる姉御を失ったことでしょう。大谷翔平選手と過ごしてきた時間が奥さんよりも長い水原一平氏同様、夫人もマミコ夫人より大谷家のことについて詳しいはずです。新婚早々ソウルで旦那の両親と面と向かって長時間過ごすより、第三者的な存在として水原夫人がいてくれた方がマミコ夫人も心強かったのではないかと思われます。それだけではありません。早速ソウルではドジャース選手夫人たちのご助会、いわゆる奥様会が開かれていたのです。先のジャーナリストは次のように述べています。試合後のスタジアムでは奥様会のメンバー約30人がグラウンドに降りて記念写真を撮る場が設けられましたが、マミコ夫人は臆することなく他の選手夫人たちと肩を組んだりしながら談笑していました。そうした立ち振る舞いについても、メジャーに精通した夫を持つ水原夫人から助言を受けていたことは想像に難くないでしょう。これまで大谷選手の買い物など身の回りのことや試合後の細々とした用事も水原一平氏に委ねていましたが、今後は一つ屋根の下に住む神父に頼る場面が増えることになると思われます。いきなりの海外新婚生活でハードルが一気に上がった格好です。いかがだったでしょうか。今回は水原一平氏の違法賭博問題について続報を見てきました。今後を占ってみたいと思います。読売テレビ高岡達之解説委員長が3月30日同局の朝パラエスに出演し、違法賭博の疑いでドジャースを解雇された大谷翔平投手の前通訳水原一平氏が司法取引を行う可能性について言及しています。水原一平氏の今後についての話題となり、 MC のハイヒールリンゴはカリフォルニアでは禁止されていますけども、実際問題この賭博をやられた方でそんなに実刑になっている方が少ないという話もあると指摘しました。これに高岡氏は、最終的に司法取引だと思いますので、実刑になってないから刑罰が軽いわけではなくて、捜査の過程で日本はありませんがとコメントしました。続けて高岡氏は、今回だって今後一番心配されているのは、アメリカは自分が刑務所に行くということを絶対に阻止したいという考え方がそれぞれにあります。そうすると水原さんが結局重い罪にならずに司法取引をしたということになった時に、
一体何を取引したのかということはあまり表に出てこないと解説しました。その上で高岡氏は、そうすると大谷さんは今の時点では相当嫌疑は晴れていると思いますが、いつまでも大谷さんの関与がというふうに言われ続ける危険性はありますと危惧していました。さて今後どのような流れになるのでしょうか。水原一平氏の動向などについてこれからも注目していきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。